ポーツデポアルペンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アルペン多人編のいわちゃんです。本日は大人気大好評いわちゃんの楽しく上達シリーズです。ん？そんなシリーズ知らないよっていう方は概要欄から過去の楽しく上達シリーズをぜひご覧ください。さて、今回ご紹介するアイテムはこちら、ティーゴラリアクションボールです。こちらのアイテム、ボールといっても丸くありません。この独特の形が予測不能なイレギュラーバウンドを生み出すトレーニングアイテムとなっております。説明しよう。イレギュラーバウンドとは、ボールが思ってもみなかった方向へ不規則に跳ねることである。リアクションボールはこの不規則に跳ねるボールを目で追う動体視力と、ボールをキャッチする反射神経と瞬発力を養うトレーニング用品となっております。イレギュラーバウンドに対する対応力を鍛えることと、何よりボールをよく目で見てボールに合わせて体を動かすという基本でありながら重要な動作のトレーニングとなります。加えてゴールデンエイジと呼ばれる年齢のお子様に使用することで大きなメリットがあります。説明しよう。ゴールデンエイジとは、9歳から12歳頃の一生のうち最も運動神経が発達すると言われている年代のことである。この9歳から12歳のゴールデンエイジの時期に使用することで、野球の上達だけではなく運動神経の発達に非常に効果的なトレーニングが可能となります。では実際にこのリアクションボール使っていきたいと思います。ということで外にやってきました。まずはこのリアクションボールがどんな動きをするのか見ていきたいと思います。通常のボールであれば下に投げればそのまま真上に上がってきますが、このリアクションボールはどんな動きをするのか見ていきましょう。いきます。なるほど、確かに不規則に動くので、しっかりボールを見てそれに反応してキャッチしないととっても難しいと思います。では次に壁当てをしながらトレーニングしていきたいと思います。では次に少し距離を離してグラブをつけて壁当てしていきたいと思います。少し距離を離すとボールの勢いも出てよりパウンドが不規則になるので難易度が上がります。では最後に普通のボールで壁当てしていきたいと思います。リアクションボールを使用した後なので、しっかりボールを見るということと脱力して取るということが身についていました。ということでリアクションボール実際に使ってみました。本当に予測不能で翻弄されましたが、とてもいいトレーニングになりました。また今回壁当てを行いましたが、いきなり長い距離から始めると少し難しいので、近い距離から徐々に離していくのがおすすめです。またこのリアクションボールの使い方の注意点としては、本当に不規則に跳ねるので、周りに危険なものがないか人との距離をしっかりとってスペースを確保した上でご使用ください。今回は予測不能なイレギュラーバウンドで動体視力と反射神経、瞬発力を鍛えるリアクションボールをご紹介しました。
こちらの商品は全国のスポーツデポアルペンにて取り扱っておりますので、気になる方は店頭までお問い合わせください。今後も楽しく上達シリーズご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。